あるお天気のいい昼下がり、お庭でアリスはお花を眺めていましたが、とっても暖かいのでだんだん眠たくなってきました。その時です。白いウサギが一匹アリスの目の前を横切りました。その白いウサギはなんとチョッキを着ていて、おまけに時計を持っていました。大変だ大変だ、このままじゃ遅れちまうと、その白いウサギは叫びながら走っていきます。一体何があったのでしょう。アリスは白いウサギを追いかけることにしました。ウサギさん、ウサギさん、待って待って、そんなに急いで一体どこ行くの。アリスはウサギを追いかけて森に入っていきました。その時、突然穴に落ちてしまいました。深い深い真っ暗な穴はどこまでもどこまでも続いていました。あ、このままじゃ地球の裏側まで落っこちていっちゃうわ、とアリスが思った時、ようやく穴の底に着きました。そこはドアがいっぱいある部屋でした。白いウサギはその中の一つのドアを通っていきました。覗いてみると、ドアの向こうには噴水のあるとても美しいお庭が見えました。アリスは追いかけようとしましたが、とても小さなドアなのでアリスには通れません。悲しくなったアリスが泣くと、その涙がお部屋に溜まって海になりました。自分の涙で溺れそうです。涙の海を泳いでいくと、ようやく浜辺に着きました。そこには海を泳いできたいろんな動物たちが体を乾かしていました。アヒルもいれば、ワシもドードードリもいます。その時、白いウサギが森に入っていくのが見えました。あの白いウサギを追いかけなくちゃと、アリスはウサギを追いかけて不思議の国の不思議な森に入っていきました。ウサギを追いかけていくと、やがてウサギのお家に着きました。ウサギは慌てています。私も一緒に探してあげる。アリスはウサギのお家に入っていきました。するとウサギのお部屋に、私をお食べと書いてあるクッキーを見つけました。お食べと書いてあるんだから食べてみよ、うんうんうん、とアリスがクッキーを食べたら、大変、アリスの体がどん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 大きくなって、お家から出られなくなってしまいました。どうしたらいいの。アリスはもう一つのクッキーを食べると、今度はどん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 体が小さくなって、とうとう7センチくらいになってしまいました。これじゃネズミより小さいわ。そんなアリスを置いて白いウサギは、大変だ大変だ、これじゃやっぱり間に合わない、急いで急いでと大慌てでどこかへ行ってしまいました。ウサギさん、待ってちょうだい、どこへ行くの。とアリスが追いかけますが、たった7センチの小さなアリスにはとても追いつけません。アリスはとうとう不思議の森で迷子になってしまいました。でもアリスはどうしてもあの綺麗なお庭に行きたくてしょうがありません。すると変な歌が聞こえてきました。行ってみると、キノコの上に青虫さんがいました。私はどこ行けばいいのかしら、とアリスは青虫さんに尋ねましたが、青虫は変なお話をするばかりで何も答えてくれません。でも一つだけいいことを教えてくれました。キノコの右端を食べるとちっちゃくなって、反対に左端を食べると大きくなるんだ。アリスは言われた通りにキノコの左端を食べると、少しだけ大きくなって元の大きさに戻りました。でもどっち行けばいいのかしら、と考えながら森の中を歩いていくと、今度は木の枝に汽車猫がいます。大きな縞模様の猫でニヤニヤと笑っている顔は人間のようでした。汽車猫ちゃん、私はどっち行ったらいいのかしら。汽車猫は言いました。左へ行けば帽子屋、右に行けば三月ウサギが住んでるけど、
でも2人ともちょっと行かれてるけどね。アリスは困ってしまいました。でも前へ進まないわけにはいきません。仕方なくアリスは左へ向かいました。帽子屋の庭には大きな木があって、その下では帽子屋さんと三月ウサギがお茶会を開いていました。二人の間には山根もいます。アリスもお茶会に混ぜてもらおうと思って近づいていきました。でも帽子屋は自分の時計を見て、あー大変だ、一体どうしたのとアリスが尋ねると、この時計2日も遅れとると叫び出して、いきなり時計を分解し始めました。時計の修理でしょうか。でも帽子屋は時計の歯車にバターを塗っています。その上、山根をお茶のポットに押し込もうとしたり、とにかくめちゃくちゃです。こんなめちゃくちゃなお茶会はもうたくさんだわ、もうやだと、アリスは再びあの美しいお庭を探しに行きました。森を行くと、大きな木の幹に不思議なドアがありました。アリスがそこをくぐっていくと、目の前にあの美しいお庭が広がっていました。素敵な噴水と綺麗なお花がとてもたくさん咲いている、本当に素敵なお庭です。そこでは3人のトランプの庭師が大慌てで白いバラを赤く塗っていました。赤いバラと間違えて白いバラを植えてしまったんだ。もしもこのことが女王様に知れたら大変だ。その時、突然トランプの兵隊たちが行進してきました。女王も一緒です。女王はバラを見るなり、それが白いバラだと気づいてしまいました。そして、この3人の庭師たちの首をはね。ここでは女王が気に入らないことがあるとすぐに死刑になってしまうのです。女王はアリスを見つけると、お嬢ちゃん、黒系はできるかね。はい、女王陛下と、アリスは丁寧に答えます。もしも女王の機嫌を損ねたら大変ですから。黒系が初めてのアリスは全然うまくいきません。何せ黒系の棒はフラミンゴ、玉はハリネズミなのですから。みんなが女王を怒らせないように一生懸命です。少しでも怒らせたらすぐに死刑ですから。でもすぐに黒系に飽きた女王が言いました。今度は裁判だよ、被告人はこのアリスだ。突然言われたアリスはびっくりです。私は何も悪いこともしていませんとアリスが叫んでも誰も聞いてくれません。私のタルトを食べたのはアリス、お前に違いない。そんなの全然知りません、こんな裁判インチキだわ。なんてこと言うの、誰かアリスの首をはねておしまいと女王は叫びます。するとトランプの兵隊たちがアリスを捕まえようとして追いかけてきます。すごい数です。アリスはまだ残っていたキノコをかじりました。するとアリスは大きくなり、みんなびっくりです。もう怖くないわよ、あんたたちなんかただのトランプじゃない。大きくなったアリスはトランプの兵隊を次々に手で払いのけていきました。でもそうしているうちにアリスの体はだんだん小さくなって、元の小さな女の子に戻ってしまいました。今だ、早くアリスを捕まえて首をおはね。女王やトランプの兵隊たちが槍を持って追いかけてきます。捕まったら大変です。アリスは一生懸命走りました。でもトランプの兵隊にとうとう取り囲まれてしまいました。もうダメだと思ったその時、目が覚めました。アリスは自分のお庭でお昼寝をしていたのです。お姉さんがお茶の時間ですよとアリスを呼んでいます。アリスの不思議な冒険は終わりました。